そしてゴッツアイの世界に通用する物が違う女シュリです。約3年ぶりにここ仙台ガールズに来れてすごく嬉しいです。橋本千尋、今日は勝利おめでとう。すごくすごく嬉しいよ。あ、そうそう、祝杯としてビールをさ持ってきたから受け取ってもらってもいいかな。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、もらってもいい？ありがとう、ありがとう。はい、もらって。シュリエ、まずなビールはなキリンじゃなくてアサヒなんだよ。ごめんあとさ、シュリもそうだけどスターダム、やっぱ下品だよね、すごく。盛り上げ上手と言ってほしいな。かけてチューして、あー、それで SNS 載せてバズって、お前数字が欲しくてプロレスラーになったのか。でもさ、たくさんの人に見られて注目してもらった方がやりがいあるんじゃないの。お前基礎を思い出せ。何のためにプロレスラーになったか、私は強くなりたくて強さを求めてプロレスラーになってんだよ。お前との試合はこんなんじゃないんだよ。強さを、強さを決める戦いなのに、こういうのはいらないんだよね、はっきり言って。もちろんお前との戦い、強さ、最高の戦いできると思ってるよ。でもな、たくさんの戦いを、この試合を見てもらいたいんだよ。その強さを証明して、私たちが女子プロレスの今最強を決める戦いやろうとしてんだよ。見に来ないわけねえだろ。見に来るよ。だから
その日、まあ何試合あるか知らないけど、一番の戦いして、私が本当に最強だってことを、お前とお客さん、そして日本中、世界中に見せてやるから、その日までせいぜいまた練習して、少しでも強くなって、私の前に来いよ。以上。2023の開催が決定。スターダムのリングで輝きたい新人を大募集いたします。応募資格、応募方法などをご確認の上、ふるってご応募ください。詳細はスターダム公式ホームページをチェック。自分らしく生きること、それが何よりも彼女たちを強くする。新日 SS ゲームの中で会いましょう。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。